ここに来てるってことは、春日君今は時間があるってことだよね。だったらなんだよ。酒入れる前にちょっと付き合ってくんない？マブチに会いに行くから。ってことは奴のアジトが分かったのか？そう、実はあいつの方から使いの人間が来てね。使いの人間？いやお前定か？マブチからの使いって、なんでお前がマブチとつるんでんだ？あいつはお前なんか全然相手にしてなかったろ。うるせえ。今のラウマーはこの俺を頼りにしてくれてんだよ。こりゃ相当マブチは手下に逃げられたんだろうな。残ってる人材が貧弱すぎるぜ。んだと？まあまあ聞き流してやってよ。てで、どこに行けばマブチに会えるのかな？ええ、それならご案内します。この俺の後についてきていただければ。ちょっと待てよ、そもそもマブチは俺らに何の用なんだ？偉人町に復帰のお許しを願いたいとは。言っとくがお前にじゃねえぞ春日、総帥にだ。今のリューマンは俺じゃなくて孫飛の仕切りなんだけど、それは承知してる？はい、まずはとにかく総帥に詫びを入れたいとラウマーはそう言っています。コミジルは家を燃やされてる。マブチが許される見込みはまずないと思うけど。それも承知の上です。なのに謝りたいって？マブチはそんな玉じゃねえだろ。罠か？多分ね。でもいずれにしてもマブチに会うにはこの話に乗るしかない。そうだな、よし行こう。おい、ここって見覚えあるぜ。俺らがマブチに監禁された地下道だ。カミジルの目を避けられる場所は少ねえからな。ビビって抜けようかすが。口に気ぃつけねえとまた痛い目見んぞ。チュッ、春日君ストップ。ん？注意して、後ろを塞がれたよ。何？話が違うんじゃねえか、長。マブチにはもうほとんど手下がいねえはずだって。思ってたよりは残ってたね。やっぱりそこそこ人望はあるらしい。言われた通りにやりましたよ、ラーマー。久しぶりだな、長。また会えるとは思ってなかったよ、マブチ。許しをくれってことで呼び出されたはずだがな、実はそうじゃなかったってことか？ああ、お前らの首を差し出せば俺は今度こそ近江連合の席に加われる。あ、まだそんなこと言ってんのか？金と力を手に入れるためには手段は選ばねえ。満たされねえ野心だけが俺の生きる糧よ。オウミのそんな話に踊らされやがって、ずいぶん落ちこぼれたな、マブチ。いつまでそのにやげ面でいられる？景品飯店の拷問を思い出せ。またあの続きをやるぞ。くだらない。もうやめよう、マブチ。俺はこれ以上哀れなお前の姿を見たくない。へらず口よ、マブチよ。蝶はお前のこと心配してんだぞ。蝶はお前に死んでほしくねえんだよ。心のどっかで今もお前を仲間だって思ってんだよ。目覚ませよバカ。黙れ春日、この野郎。忘れてねえぞ、てめえのせいで俺らは。おい、人の話を聞けって。いいよ春日くん、いい加減、ムカついてきた。このバカにはもう。
拳で分からせるしかない。ここから先はキャラ変わっちゃうかもしれないけど、みんなにはオフレコにしておいてね。え、おい、まぶしい。そんなに俺が憎いんなら、せげえ工作なんかしねえで正面からぶつかってこいや。俺の首取れるもんなら取ってみやがれ。絶対許さねえ。ぶっ殺してやる。ほら、かかってこいよ。さーて、ほら来いよ。殺されたいらしいね。一回死んでみてよ。どっから来てほしいんだ。お前はボルトになってるよ。よし、やめんぞ。仲間は全滅です。もうこれ以上は。これが最後の警告だ。今すぐ異人町を出て行け。その日ももうお前がいることには気づいてる。このまま居残ってたら命はねえんだぞ。コミジョルの目なら、どうにでもかいくぐってみせる。いい加減にしろよ。今までお前が見逃されてたのは、ソンヒが俺の気持ちを汲んでくれていたからだ。俺がお前を殺したくねえっていう気持ちをだ。蝶マムシ、お前は俺を嫌いだろ。俺もお前なんか大嫌いだ。だけどよ、どんだけ嫌いでも、どんだけ腐っても、やっぱりお前は俺の仲間なんだよ。俺はよ、仲間を殺したくねえんだよ。お前に死んでほしくねえんだよ。伝えたいことは伝えて、まだお前次第だ。死ぬか、ここを去るか、好きにするといい。どちらにしても一生のお別れだ。じゃあな、ラオマ。いっくせ、帰ろう、春日君。
久々にでかい声を出して喉が渇いたからか、いつもより酒がうまいね。なら、これからもさっきみたいにでけえ声出せばいいじゃねえか。いやだよ、疲れるし、俺のキャラじゃな。はあ、かっこ悪いとこ見せちゃったな。そうか、俺はさっきの蝶好きだけどな。本当のおめえが見れた気がして嬉しかったぜ。やっぱりひょうひょうとしてるようで、実は熱い男なんだな、蝶は。やめてくれよ、今の俺が本当の俺さ。さっきのことはみんなにオフレコで頼むよ。どうしよっかな。そんなこと言って絶対言わないでしょ。春日君は約束破らないもんね。わからないぜ。わかるよ、大事な仲間のことくらいわかるさ。そうかい、なら今俺が思ってることわかるか。ああ、もう一杯飲みたいんだろ。正解だ、飲もうぜ、ちょ。ああ。